ああ、この少女が次元レベルで状態変化するというのなら、どのようなメカニズムなのか仮説を考えていただけだよ。この女の子が夜な夜な出歩くという噂話を知らないのか。一年の女子中心にピーチクパーチクやってるんだ。高校生といってもまだ子供なんだな。になっているな。まあ彼女たちの前では科学的考察という言葉は無力のようだね。まあな。でもどうやって抜け出すか仮説を立ててみるのは面白い。例えば君は四次元の世界って理解できるかい？想像というより空想はできるけどな。いないよそんなやつは。四次元を完璧に理解できる者がいるとすれば、それは神だろうな。1レベル上の次元というのはそこまで飛躍しなければ理解できない。じゃあ1レベル下の次元はどうだと思う？そこが違うんだな。それは正しいが、2次元が3次元に含まれるというのは間違ってる。3次元というのは体積を持つ世界だ。それに対し2次元は面積しか存在しない世界だ。これはわかるね。3次元から高さを引くと2次元になると単純に考えていいのかな。例えばどんなものが考えられる？二次元じゃない。薄いといっても厚みがあるだろ。体積があるってことだ。そう考えればこの絵だって三次元の存在だと言える。つまりだ、我々は概念でしか別次元を捉えることはできないということさ。しかしまあ物理世界じゃないあっちの世界の話というのをみんな好きなんだね。ファンタジー世界とでも言うのかな。まあそうだね。でもその考え方に頼りすぎては進歩というものがなくなる。君は雷が発生する原理は知ってるかい？じゃあ雷の原理が発見される以前の昔の人が雷が落ちるのを見て神が怒ったと考えるのは正しいか正しくないか。コペルニクス以前の人が地球が動いているのではなくて太陽が動いていると考えていたのは正しいか正しくないか。地動説以前の世界を全て正しくないと言い切れるかい？ごめん、いじめすぎたよ。科学なんざ一つの考え方に過ぎないんだよ。だけどね、科学で証明できないからといってすぐに投げ出すのは簡単な分何の進歩ももたらさない。超能力や霊魂を信じる人は単純に
科学では説明がつかないという理屈を持ち出すが、あれは違うな。特定の個人が理解できないのと、科学では説明がつかないのとは全く意味が異なる。物事を考える時のアプローチとして有効な一つの手段だな。配られたカードはいかさにゃ損だ。あとは自分で考えな。ところで神岡君は3年になったらどっちのコースを希望するつもりだい？文系かい？理系かい？そうかい、君は数学や科学が好きだもんな。なぜ好きか当てようか。明確な答えが用意されているからだろう。でもな、それがそうでもないんだぞ。深みにはまるとな。答えは出る。でもな、それが何を意味するかを考え、また答えを出し、その答えが何を意味するかを考え、というように果てしなく続くんだ。どこで満足するかは個人の自由だが、結論が課題を生むという構図が繰り返される。それでも理系コースに進みたい？君ならそう答えると思っていたよ。長話になったけど、私はそろそろ戻るよ。じゃあまた明日な。気をつけて帰るんだよ。ごめん、謝んなきゃって思ってたんだけど言い出しにくくて。昨日もずっと悩んでて、今日こそは進くんに謝ろうって決めたんだ。私が悪かった、ごめん。進くん、七角ペンダントなくしたでしょ。あれ私が拾ったんだけど、林道に、あ、いや、林道先生に募集されちゃったんだ。もしかして進くん、
ペンダントをなくしたのに気がついてなかったの？呆れた。いくらなんでもぼんやりしすぎよ。前々から林道先生とは反りが合わないというか、私ちょっと目をつけられてたんだ。それにしてもいきなり募集なんてあんまりだよね。そうだねじゃないでしょ。なくした本人が全く気づいてなかったなんて悩んで損しちゃったん。でも私にも責任があるから、折を見て林道先生に謝って返してもらうわ。それでいいでしょ。そんなわけいかないでしょ。昨日の夜、女の先生が職員室に置き忘れた指輪がなくなって、朝からちょっとした騒ぎになってるらしいんだ。詳しいことはわからない。だけどね、その先生というのが林道先生らしいの。天罰だなんて悪いわよ。でも1時間目は林道先生の地理でしょ。彼女どんな顔してくるかちょっと興味はあるな。林道先生の都合ってもしかしたら指輪の紛失事件と関係があるんですか？この手の話の電波速度は高速並みだな。一応イエスと言っておこう。しかし事実関係はまだ何も明らかになっていないし、プライバシーにも関わることだ。君たちも興味本位で詮索するのはやめた方がいいのではないかな。わかりました。すいませんでした。これで引き下がるような鈴見姉さんじゃないわよ。後で草壁先生から事件の情報を聞き出してやるわ。私は真実が知りたいだけなの。この欲求は誰にも止められない。進くんにお目付き役されるとは、私も落ちたもんね。でもまあいいわ。じゃあ昼休みにでも一緒に連れて行ってあげるわ。
突撃レポーターのお出ましかい。しかし朝言ったろ、人様のことをあれこれと詮索するもんじゃないって。別にプライバシーに立ち入るとかそういう気持ちじゃなくて、ただ